です。はい、では大変ながら失礼いたしました。第3回哲学ワークショップを開催させていただきます。本日は雪の中、ここまでお話をいただいて本当にありがとうございました。私は司会をさせていただきます、大阪大学の大学院哲学哲学史専攻の修士の会、修と申します。よろしくお願いします。今日全体 の予定なんですが、全体としましては一部と二部に分かれておりまして、一部では今から15時半を目処にしているんですが、何が平和の実現を促進するのかというタイトルで3者の発表を行って、その後まあ質疑応答やフロアからご意見をいただいてディスカッションできればなと思っております。その後休憩を挟みまして、15時45分を予定しておりますが、そこから18時15分まで言語と社会はどのように関わっているのかという題で同じように議論していきたいと思います。どちらのセクションだけ聞いていただくのも可能ですので、どうぞご自由に参加していただけたらと思っております。またこの行事終了後に懇親会ということで、一応鍋のパーティーというのを用意させていただいておりますので、もしそちらお時間もよろしければぜひ参加してくださいと思います。では第1部のセクションですが、何が平和の実現を促進するのかということで、3人の方から発表を行っていただこうと思います。最初の発表者の、哲学史、修士1年の、石田先生です。全体の、発表のテーマというのは、何が平和の実現を促進するかですけれども、その中で、私が、発表するテーマというのは、カントの平和について、概説を述べた上で、その問題点を、指摘していきたいと思います。発表は、前のパワーポイントを使って進めていくので、聞いてくださる皆さんは、前のパワーポイントの表示を見て、僕の説明を聞いてください。まずは解説なんですけれども、カントという哲学者は、純粋理性批判、実践理性批判、判断力なんで、有名なドレスの説明書です。今回、私が発表で、参考にする文献は、公約では永遠平和のためにというふうに、されている。この永遠平和のためには、いわゆる三大批判書から比べると内容的には、分量的にはかなり少ないんですけども、内容はカント自身の道徳論と、かなりイメージしている点があると思います。簡単にイメージしている点を見出すものとしては、例えば低減名簿とか加減名簿とか確率とかっていう、用語がいっぱい出てくるというのでも分かると思います。それで目次の説明に入りたいと思います。目次を見て簡単に内容をつかもうと思う、つかもうということで、少しずつちょっと、説明していくと、まず第1章のところでは、6つの予備条項が提示されておりまして、国家間の関係が将来にわたっても平和であり続けるための条件として、これらの予備条項が、提示されています。それでこれが第1章なんですけど、第2章の方では、法という切り口から、国家間の関係が将来にわたっても平和であり続けるために、ための確定条項が示されています。第一章と、違う点というのは、目的は同じなんですけれども、国家法と国際法、世界市民法という具合に、それぞれ3つの確定条項が、記述されておりまして、法という、改革という法という点から、この目的を考えているという点が、第一章とは違います。それで、この第一章、第二章のあたりは、永遠平和の、保障についてという、第1小節、そして永遠平和のために、永遠平和のための、秘密条項という第2小節が書かれています。永遠平和の、保障のため、保障についての第1小節については、自然についての記述が書かれていまして、それで、秘密条約って、秘密条項という、に関しては
せ、これについては、後で触れます。それでこの後に、2つの記録がついておりまして、それぞれの記録は、永遠平和という観点から見た、道徳と政治の不一致についてという第1記録と、広報の、超越の理解による政治と道徳の一致についてという第2記録がございます。第1記録の方では、道徳が政治を導くんだという観点の主張が書かれておりまして、第2記録の方では、道徳論のところでもよく出てくる確率という語を用いて、その確率が、公表されても、有効性を持つものかどうかという点から議論が始まります。それで、主に内容的には第1章第2章のところっていうのは、平和の独特の記述なんですけども、第2本節と2つのブロックのところを読むと、先ほど申し上げた関東の道徳論と内容的に類似しているということがより明確に分かると思います。具体的にどういう点が類似しているのかというのをちょっと歩きますと、こういうことです。具体的には、平和論における自律的な主観としての個人が、平和論の方では、独立した政治体制を持つ、この国家に置き換えられているだけだと。それで2つ目の点としては、こうした自律的な国家が道徳的な確率を立てて法を作成していけば、やがて永遠平和を実現されるだろうということです。それでこれが類似している点なんですけども、全体として、関東の平和論をまとめておくとこういうことになります。平和における関東の主張をまとめると、1番、一時的な平和状態じゃなくて、将来にわたっても平和であり続けるような体制を考えればならないということが第一第一義のことで、2つ目は、それぞれの独立した国家は他の国家に対して、認定して従属させられてしまうようなことがあってはならず、ただ連合制度という関係を築くだけで、これは、第2章に。それで、3番目の点として、道徳によって政治が導かれるべきであるというのが主に動くように読み取ります。これがカントの、平和論による解説なんですけども、次に、彼の平和論では、どのような問題が生じるかということを、私なりに、ちょっと勉強したいと思います。カントの平和論の問題とは、例えば彼は一時的な平和っていうのをダメだと言って、永遠平和という概念を提唱するわけなんですけども、一時的な平和よりも、将来にわたって続くという平和状態の方が望ましいのはそれは分かるんですけども、それを目指した議論ばかりに気を取られてしまうのは現実的ではないというのは言えると思います。むしろ一時的な平和しかもたらさないような理論でも、思いつく限りで、もしそれが現状においては採用だったら、とりあえずそれを採用して、それを採用するときに何か問題が発生したんだったら、問題が発生したり、なんかその理論に修正を加えながら、永遠和というものを目指していけばいいんじゃないかと、言えると思います。先ほども類似とした通り、カントの体系では道徳と平和を類似的に考察していくという姿勢が見られるんですけども、この姿勢にも見解があると思います。というのも、道徳というのは内面的な問題である一方で、政治とか平和というのは法的な問題にもなってくるので、これは表面的というか外見に現れる問題なので、道徳のように内面を問うものではないということで、そういうことであまり、厳格に理論に分かることがあってしまうと、こういう平和論というのは、道徳と違って机上の黒に陥ってしまうんじゃないかという危険性があると思います。それから、
これは、カントの大型では平和なんていうのが、戦争と平和という、二項対立を出しているんですけれども、現在では例えば戦争状態じゃなくても平和とは言えないような状態というのがあり得るので、平和は VS 戦争じゃなくて平和 VS 非平和という概念で、考えるのが、いいのではないかと思います。例えば、それはどういうことかというと、発展途上国における無秩序な状態であるとか、貧困であるとか、病気であるとか、政治的な不自由であるとか、そういったことが非平和として考えみなして、それ取り扱っていかなくちゃいけない問題だと私は思います。で私の発表の最後に、自分の言いたいことをちょっとまとめておくと、カントの考える理想的な平和状態っていうのは確かに素晴らしいものだと思う私は思うんですけども、こういった理想的な平和状態が、まずこういう非平和という概念を含めたような現実的な問題を解決してから、とりあえず今ある平和じゃなくて、それよりもさらに質の高いものということで、平和の質を高めるという感じで追求していっても遅くはないと思います。現実の状態で自分たちが生活している環境の中で、整っていないのに、こういう学問的な意味での理想的な平和状態というのを、考察することはできないんじゃないかというのが僕の、意見です。以上が、私の発表です。西田さん、ありがとうございました。カントの平和論、それから道徳哲学の簡単なまとめと、それからそのカントの平和論の限界と問題点をしてきたという感じだったんですが、ちょっと西田さんにお聞きしたいんですが、そのメインタイトル問題が何が平和の実現を促進するのかということなんですが、これに対して西田さんの答えというのはどういうことになるでしょうか。これに対しては、カントの考える永遠平和の理念というのは、有効だとは思うんですけれども、やはりこれは関連的な傾向が強いので現実的ではないと。だから先ほども言った通り、とりあえず一時的な平和しかもたらさないような理論であっても、それを採用すること、それが平和の実現を促進するものになって、やがてはそれが永遠平和の実現に近づくんじゃないかと思います。カントの平和の体系は、平和と戦争という対立になっているんですけども、その限りだったらこういう、ですね、カントの考えるような一時的な平和じゃなくて永遠平和を流す促進するような理論に、価値を求めることができるんですけども、非平和というこういう、現代的な問題点というのを考えると、やっぱり一時的な平和しかもたらさないような理論であっても、そういったものにも評価して積極的に取り入れていく姿勢が、平和の実現には、有効なんではないかと思います。はい、ありがとうございました。そうですね、本格的な議論は3社終わってからにしたいと思いますが、何か要望のことでありますとか、質問ということで、今すぐ聞いておきたいことがございましたら、挙手をしていただければと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、では特に問題ないようですので、そのまま次の発表に移らせていただきます。大阪大学哲学哲学士1回修士1回生の鹿かなえと申します。よろしくお願いします。何が平和実現を促進するのかというテーマ、テーマ設定をするときに私も少し意見を出させていただいて、こういうテーマになったんですけども、改めてちょっと考えてみると、すごくプラグマティックなというか、すごく
現実的なテーマだなと思っていて、いわゆる、まあ、さっき石田さんが発表されたようなカントの平和論とか道徳哲学、法哲学のような一つの領域で解決できるような問題ではないんではないかというふうなこともいろいろ考えつつ、自分なりに、テーマ設定をしてみました。してみて、平和のための人権概念再考というタイトルで一応やりたいと思います。一口に人権といっても、まあ、一般的には人間性の権利であるとか、まあ、人間らしく生きる権利であるとか、そういうふうに言われると思うんですけども、人権概念を考えるときに軸となるものっていうのは、例えば自然権対作られた人為的な権利であるとか、グローバルな権利なのか、国内上の、まあ、憲法で定められた意味での権利なのか、そういういろんな対立があるんですけども、そのいろんな対立を集約したのが、道徳か法か、人権概念を考える上で軸となるものは道徳か法か、その二項対立で考えていきたいと思いまして、このように問題提起はこのようにしました。人権を保障するのは道徳か、それとも法か。この問題提起は、平和を保障するのは、また平和を促進するのは道徳か、それとも法かという考えにつなげていきたいと思います。この人権概念に私が着目したというか勉強したいと思ったきっかけは、ユーゲン・ハーバーマンスの「カントの永遠平和の理念200年という歴史を得た時点から」という、論文の中の一文です。人権概念は道徳上の秩序を持つものではなく、個人の主体的権利という近代的概念の従って、また法学的な概念の特別的な、あ、すみません、特別な鋳造物なのであると。この一文にすごく、なんというか、分からなさを感じて、道徳上の秩序を持つものではなくっていう意味がまず分からなかったですね。で、人権が道徳と全く関係し合っていないっていうふうにハバマスは主張したいんだろうかっていうふうに疑問を持って、考えを進めてきました。で、まずですね、ここで言う個人の主体的権利という近代的概念っていうのが、じゃあまず具体的にどういうものであるのかっていうことをちょっと初めに確認しておきたいと思います。個人の主体的権利という近代的概念、近代自然法ないし自然権の思想の基本、次の点を挙げます。人間は生まれながらにして自由かつ平等であり、生来の将来の権利、自然権を持っている。2つ目、その自然権を確実なものとするために社会契約を結び、政府に権力の行使を委任する。3つ目、政府が権力を恣意的に行使して人民の権利を不当に制限する場合には、人民は政府に抵抗する権利を有すると。まあ中としまして、カントは抵抗権を否定していますと。で、そういう、近代的な、主観的権利っていうのについて、まあ、いろんな社会利益論者がいると思うんですけども、二項対立としてホッブズとカントを挙げたいと思います。ホッブズは、まあ、人間論としては、人間は、まあ、利己的な生き物であって、万人の万人に対する自然状態っていうふうに表現されます。で、まあ、善悪の基準は国家において初めて存在するようになる、まあ、こういう人間論に基づいて、彼の国家論は、出来上がっています。全ての自然権を譲渡することによって国家が成立すると。で、もう一人がカントです。
カントの人間論っていうのをちょっと一口に言うのはなかなか難しいと思うんですが、カントの人間学講義とかではなくて、まあ、あえてここでは道徳哲学の方から取ってきました。底辺明法に従う存在であると、人間は、君は君の確率が普遍的法則であることを等の確率によって同時に欲しうるような確率に従ってのみ行為せよと、この提言名法に、まあ、従う存在であると考えている、このことが社会契約論においては直接聞いてはこないんですけども、道徳的存在であるっていうことがゆくゆく大事になってくると思います。で、国家論、フィクションとしての理念としての根源的契約によって国家を成立するんですけども、この根源的契約は、自然状態で互いに争っている人々が、一つの権利っていうものを見出して、権利を見出してお互いに共存し合うじゃないかという、そういう状態を目指した提言名法なんです。一緒に共に、自分たちの自分たちの幸福を守るためにそういう状態に入れっていうふうに私たちに命令します、提言名法として。でこういう点ではホームズと異なっていると思います。この人間論がやっぱ違うので、道徳性っていうものが、国家によって初めて保障されるようなホームズのような考え方とは違うという点に着目しておきたいと思います。さっきからカントの道徳について触れているんですけども、カントの人民の刑事学の基礎付けで提言名法のバリエーション、提言名法がいろいろと言い換えられているんですけれども、その一つに人間性の方式というものがあります。君自身の人格並びに他のすべての人の人格に例外なく存するところの人間性をいつでもまたいかなる場合にも同時に目的として使用し、決して単なる手段として使用してはならない。この人間性の方式に、のっとって、カントが、目的の国という考え方を同じ本で、述べます。理性的存在者は自分自身並びに他の一切の理性的存在者を単に手段として扱うべきでなく、いついかなる場合でも同時に目的自体として扱うべきであるという法則に服従していると。そうすると共通の客観的法則、道徳法則ですね、による理性的存在者たちの体系的結合、すなわち一個の国が成立する。この国っていう表現にもすごく着目したいところで、まあ、理念としての国なんですけども、こういう国が実現すればいいなと思うのは、まあ人の差かなと思うんですけども、次でちょっと道徳性の危険性っていうことも考えていかなければならなくなります。ではこのようなカントの道徳は、まあ、いわゆる法の権利になれるのかどうかっていうところに道徳の見解があります。道徳の普遍性を政治に直結させた時の危険性っていうのは、普遍主義的つまり人類道徳という名のもとに絶対的正義の立場が生じかねないだろうと、先ほどの目的の国もそうなんですけども、全ての理性的存在者に対して、まあ、人間性が保障されるっていうことですから、すごく一番いい話ではあるんです。でもそれをこう大義名分として、人権政治を進めると危険だろうということで、また先ほどのですね、カントの永遠な理念の論文の中からカール・シュミットの言葉をハーマスが引用しているのでちょっと読み上げます。人類の名のもとに国家が正常の 的, 的
と戦う場合、それは人類のための戦争ではなく、一国が対戦国を排除して普遍概念を独占しようとする戦いであると。普遍概念というのはもちろん善であり正義です。で、結論に行く前にハーバマスの言葉を紹介したいと思います。人権を道徳的権利と取り違えてしまうのは、人権がその普遍的な統要求にもかかわらず、今までただ民主的国家の国家法秩序の中でだけしか実定法上の明確な地位を得ていないという事実のせいなのであると。この上、人権は未だに国際法上では弱い実効性しか持っていず、今日ようやく生まれつつある世界市民的秩序という枠組みの中で制度化されることを待ち望まれているのである。先ほどのハーバマスの引用から自分の結論につなげられればと思ったんですけれども、とりあえず今、自分の中で整理できていることは、道徳は法の正当性の根拠ではあるんだけども、しかし道徳は権利内容にはなり得ないと。これすごく当然のことなんですけども、私たちが実際に平和の実現を促進するため何ができるかっていうことを考えていく際に、道徳と法権利っていう2つの対立項を混合しないことっていうのはすごく重要だと思います。で、できることすごく消極的なんですけども、なぜ人権が保障されなければならないのか、なぜ平和を目指さなければいけないのかという問題に対して、個々人で考えた上で対話していける場を作り出していく、そういうことが個々人の内面の道徳性の自己投影に、つながっていくと思います。そういう場っていうのは実際にどういうふうに存在すべきか、例えば国際連盟であるとか哲学の場であるとか、それはちょっとどこにできるかっていうのは分からないんですけど、NGO とか NPO とかそういう公共権かもしれないなと考えています。そういう中で、対話をする中で道徳性の自己討論に努めると同時に、法制定のための論議ができればいいなというところが消極的な、私なりの答えです。参考文献を見ておきます。ご清聴ありがとうございました。はい、佐々木ありがとうございました。そうですね、関東とそれからハーバマスに問われて、道徳と法概念というのは2つの対立として、何が平和の実現を促進するのかというのを考えていただいたと思うんですが、一応確認までなんですが、はい、須賀さんの考えとしては、その何が平和の実現を促進するのかということについてどのようにお答えられるでしょうか。その道徳と法の、どちらかを選ぶんではなくて、道徳にできること、先ほど、私言ったんですけども、自分自身で考えることないし対話していくことにおいて、自分で自分の力で、母性を使うという、そういう消極的かもしれないけども、そういうことを行っていくことが一つの答えかなと思っています。で、その関係として、そういう公共権ができたとして、そこで、法制定に関するディスクルスもできればいいなという感じではあります。はい、それとやっぱり道徳性の方が法に対して、ある種優先するのではないか。そうですね、基本ではあると思います。その点は確かに、西田さんの先ほどの発表は、法とか現実的な問題が対処されなければ道徳を考えることはできないという現状になっていたと思いますので、はい、なんとか美食体で礼節を知ると申しますが、そういう順とはまた逆のになっているという意味で、2人の対立軸があるのかなというふうに思います。
しました。では一応、議論は先ほども申した通り後ほどまたさせていただくんですが、何か基本的な要望でありますとか簡単なご質問がありましたら今受け付けたいと思うんですが、いかがでしょうか。はい、ではそのまま堀本さんの発表に移りたいと思います。お願いいたします。おはようございます。文化研究科、臨床哲学の博士工科で3年の森本と申します。よろしくお願いします。私はそんなに、最初の2人みたいに何かそのカントであるとかっていうふうに依拠して、その哲学的な議論をするほど、できていないというかしていないんですけれども、最初にそのテーマがありますので、これに対して私自身がどういうスタンスを取るのかということを申し上げておきますと、私自身はカント主義者の、功利主義研究者というふうに自認しているんですけれども、功利主義の立場から、功利主義の、最大多数の最大幸福っていうものが、平和の実現を促進するのに有効なのではないかというところに落としていきたいなという発表です。多分結論のところお気になるとそうにはなってないんじゃないかなという印象も出られるかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。ここはちょっと飛ばしますけれども、発表の概要としては、まず須賀さんと西谷さんの発表に対して、私なりの、応答といいますか、関連することに、触れつつ始めて、でそれから、私自身がどういう平和理解をしているのかということを、説明いたします。で、その哲学者としてといいますか、哲学者にそもそも、平和の実現について何が言えるのかというようなところで、結論の、に考えたいと思います。これは、ホブスでよくご存知のように、その塚さんもマリの番人に対する自然状態ですかね、闘争っていうようなことを触れておられてましたけれども、ホップ自身はその共通の権力のないところに魔法はないと、だからその自然状態ではその不正義とか、っていうのはないんだと。で、そこで武力とか、詐欺っていうものは、戦争における2つの主要なところであるっていうようなことを、言われてまして、私自身は功利主義者ですし、なんていうその進化論的な倫理学の立場にもかなりコミットしてますので、こういうホープス的な議論にもかなり、コミットしているということをまず最初に説明しておきます。それで須賀さんは道徳性の投与ということについて最後触れられてまして、そのなぜ人権が保障されなければならないのかということについて、議論する必要があるというようなことを触れられてたんですけれども、私自身は、その議論というのがちょっと袋小路に落ちるんじゃないだろうかという印象を受けました。つまりその法が先なのか道徳が先なのかっていうところとも関わってくるんですけれども、そこらに関してはまた改めてその、皆さんも含めて、議論になればいいなと思っております。で、その人権保障されてない国ではそもそも、道徳性の投与っていうのも望めないんじゃないかなという疑問があります。これはそもそも非道徳的な人に道徳的であれって言ったって、仕方がないわけで、そういう問題についてどうするんだろうなということです。で、これも社会説法なんですけど、先ほど西谷さんが発表されているその、永遠平和のためにっていうのは、その平和論の一つの古典として、その国連の原型になるような、考えを提唱しているわけですけれども、ここで語られている平和っていうのは、戦争のない状態っていう極めてその消極的な、その定義といいますか、そういう理解に終わっていると。で、実際にその今我々が、有してるといいますか、その現実にあるその国連というのも、カントが理想としてというような形では機能していないのではないかと、そういうことから、そのカントの平和論というのは、現代の平和問題を、十分には捉えきれないというのが、私の立場です。これは憎たらしいサンデルですけれども、私、どちらかというと功利主義者ですけれども、リベラリズムの方に共感を持ってますので、最近これがハーバード白熱教室でしたっけ、
まあ、テレビなんかで賑わせて、皆さんその哲学に興味持ってくれるのはすごく嬉しいことなんですけれどもまずそのこれは西田さんの発表とも、まあ、須賀さんの発表とも、まあ、関わってくるんですけれども、その個人の問題か制度の問題かっていうところがあって、その道徳的な個々人が、その国家を形成する的な話っていうのはそんなに単純ではないんじゃないかなというふうに私は思ってるんです。で、まあ、その共同体が道徳的な個々人の集合によって成り立ってるからといって、必ずしもその共同体が道徳的なものになるとは限らないですし、そのちょっとこれは離れるかもしれませんけれども、民主主義的にその成立した政府が必ずしも民主主義的とは限らないですよね。まあ、ナチスの事例なんかもそうですけれども、まあ、こういう問題もちょっと考えていかないといけないんではないだろうかと、思います。で、まあ、ここまではその戦争のない状態という形でその平和について触れてきたんですけれども、まあ、これは栄養失調 の、 子供が映ってますけれども、こういうまあその戦争がなくても飢餓があるっていう状態は平和な状態なのかという一つの問題があると思うんですね。これはまあ西田さんも最後の方で触れられてたと思います。で、まあ、これは一時期有名になったアメリカの元副大統領のゴアさんですかね、がいろいろ30年近くこういう環境の問題とかに関わって活動してこられて、まあ、これ映画になったやつなんですけれども、こういう環境の問題はどうなんだと。で、まあ、これもまたその映画で恐縮なんですけれども、その美味しいコーヒーの真実っていう映画がありまして、でこれはまあ、WTO なんかが実はそのうまく民主主義的な、その機関として機能してないとかっていうようなことを、まあ、貿易なんかと絡めながら批判的に取り上げた映画なんですね。でこういう問題はどうなんだろうということを、まあ、私自身はその平和の問題として考えていきたいと思っているんです。でこのノルウェー議会議事堂の写真が前に出てますけれども、これはご存知のようにノーベル平和賞を誰に受賞させるかっていう、まあ、ことを決める場所なんですね。でそこでちょっと、まあ、ノーベル平和賞っていう観点から平和について見てみると、実際こういう人に授与しましょうっていう定義は一応あるんです。これはまあ狭い意味での、平和について規定されてるんですが、その上の方ですね、国家間の友愛関係の促進、常備軍の廃止縮小、平和のための会議促進に最も貢献した人物に授与すると。でも実際には皆さんもよくテレビなんかでもご存知のように、まあ、先ほどのゴアさんも、そうですし、その人権の擁護であったりとか、まあ、非暴力的手段によるその民主化であったりとか、民族独立運動、権威性、慈善事業、環境保全なんかに、の分野でも活躍している人にも、その受賞されてる、授与されてるんですね。だから、まあ、ノーベル平和賞でいうところの平和というのはものすごく広い意味でその平和を理解していると。で、これはまあちょっとあまり正確ではないんですけども、図にしてみると、まず一番狭い意味でその戦争のない状態という消極的な定義、があるとするならば、平和の概念というのはそのもうちょっとこう広がりがあって、その貧困であったり人権であったり、その環境の問題であったりとかっていうふうにこう積極的に定義されるようなものであったりとか、っていうようなことがあるのではないだろうかと。で私はまあこの広い意味で、その平和の問題について考えていこうと思っております。で、まあ、くどるようですけれども、どういうもう少しだけ限定しておきますと、その平和っていうのは、まあ、その貧困といっても国内の問題とかっていうことでなくて、やっぱりインターナショナルな問題な、まあ、インターっていうところですね。ただ、まあ、この場合ネーションを前提として良いのかっていう問題はちょっと残るなというふうに思ってます。これはまあ後半の部分とちょっと絡んでくるんですけれども、それから2つ目には、まあ、その先ほども言ったように世界の貧困であったり人権保障であったり環境保全なんかもまあ平和の問題として考えていきます。でもちろん戦争がない状態というのも平和のための必要条件ではありますけれども、そうするとまたこれ例外っていうか正し書きばっかりで申し訳ないんですけども、じゃあ聖戦の問題どう考えるんだっていうことも起こってこようかと思います。で、
あの3つ目は、まあ、私自身 の、 あの立場といたしまして、平和っていうのは、まあ、世界の人々が全体として最大の幸福を享受できる状態であるというふうに考えていきます。で、まあ、哲学者は何ができるのかっていうことなんですけれども、あの法的政治的な問題について哲学者って何かできるのかなっていう、疑問は一つ残ります。これは、まあ、例えばカントが永遠平和のための中で、まあ、あの皮肉交じりですけれども、まあ、哲学者が言ったってそんなあの役に立たへんやからというような感じのことで、何言ってもええやろっていう的なことがあの書かれてあったと思います。ですから、あの哲学者が、まあ、理念とかあるいは理想として何か言うことが、その現実の問題として、実践の問題として、どこまでその役に立つのか、あるいはそれが受け入れられるのかっていうところはちょっと、考えないといけないなと思います。それから、その先ほどインターナショナルな問題だというふうに私はその言いましたけれども、その国家を超えたその問題について、じゃあ例えばその国内で、こういうふうにその国民が、まあ、選挙なりその合意形成をして何かやっていきましょうって言った時に、それは仕方がないですよねと。でとりわけその国際社会っていうのは、まあ、私の理解が基本的にアナーキーなものなので、これはどうやってその超国家的な問題について、その何かできるのかなっていうところがあります。でまあ、3つ目は、まあ、あの1つ目とも関わってくるんですけれども、まあ、正当な主張であったとしても実際にそれが、まあ、使えるものでなければ意味がないので、まあ、あの実践的なものでなければならないと。でこれはあの西田さんと須賀さんだったかな、まあ、西田さんなんかは、まあ、こういうあの主張をされてたと思います。まあ、そこがだから共通してるんじゃないかなと。でまあ、その平和についてある程度私の中では、まあ、こういうもんだっていう規定がありますので、まあ、それが分かってたら、まあ、何をすればいいのかっていうのは、まあ、比較的明らかで、戦争が問題なんだったら戦争のない状態を実現すればいいわけだし、貧困のない状態を実現すればいいんですけれども、まあ、問題はやっぱりじゃあそれどうやって実現するのかっていうことだと思うんですよね。でその手段であったりとか、その裏付ける理論であったりとか、それが本当にあの実用的なのかっていう問題はあると思います。でまあそこで私の主張は、あの最大多数の最大幸福という、まあ、功利主義の主張っていうのは、まあ、平和の実現の促進に使えるのではないだろうかと。まあみんなこれはいろんな直感であったりとか、そのいろんな 評価基準であったりとか、その行動の基準は持ってると思うんですけれども、私自身はあの 功利主義者ではないですけど、まあ、功利主義研究者として人間 の、 その行動の動機の背後には必ずそういうものがあるというふうに考えておりますので、まあ、これは使えるのではないだろうかというところが私の主張でございます。で、よく功利主義者のウィリアム・ゴドウィンという人がいてて、まあ、彼があの本の中で出してる事例があるんですね。ピーター・シンガーっていう、これまた有名な功利主義者哲学者がそれを引いてきて、まあ、いろいろよく論じてるんですけれども、でそれはフェネロン大司教っていうのがいまして、でこれがそのテレマクスの冒険っていうすごく当時は有名になった本を書いた人がいるんですけれども、その着想を得たばかりのそのフェネロン大司教、まだだから本書かれてないし、そのみんなに売れてないんですけれども、大ヒットになる前なんですけれども、その着想を得た直後 の、 そのフェネロン大司教と、まあ、自分の身内がその火事の現場に居合わせて、でどちらか一人しか助けられない時にどっちを助けるべきなんだろうと。で、まあ、功利主義者のゴドウィンなんかは当然それはフェネロン大司教を助けるべきだっていう話をしてるんですね。まあ、これおそらく多くの人というか、まあ、一部の人には直感に反する、なんでその家族助けないで、その見ず知らずの有名人かもしれないけどそんな人助ける必要があるんだと。まあ今時に言うと、その徐々の奇妙な冒険書く前の荒木裕彦とどっち、自分の家族とどっち助けるべきなのかみたいな話だと思うんですけど、そういう問題について考えてみたらどうなんだろうと。でこれは例えば私たちは誰を助けるべきなのかっていう時に、その家族や友人なのかと。でここでよくやるのは特別な関係
であったりとか、その契約であったりとか、その義務があるんだって言われ方をすると思うんですね。家族っていうのはやっぱその特別な関係だから、家族であったりその、パートナーであったりするわけで、そこでその赤の他人とその家族を計りにかけて、その家族助けないのはやっぱりおかしいだろうと。あるいはその同国人、同国籍人だっていう人もいますよね。隣人愛であったり共通点だったり、これもやっぱ義務だっていう人もいる。でそのじゃあ同じ民族なのか、同じ人種なのか、同じ信仰を持った人なのかっていう時に、どうなんだろうと、まあ、私は、まあ、公式の立場からはどうなんだろうっていう話になってくると思うんですね。でまあ、ロールズなんかは公理主義を批判するときに、プライオリティオブザライトオブザグッドっていう言い方をするんですね。つまりその、善に、善に対するその性の優先っていうような言い方をするんですけれども、まあ、本当にそれでいいんだろうかっていう、ところがあるんです。でそのこれはもう少し具体的な例で考えると、そのある人にとっての隣人が餓死することと、その遠い国で、まあ、顔を知らない人がその餓死することの間に本当に道徳的な違いがあるんだろうかと、まあ、その家族だからとか、その隣に住んでる人だからとか、あるいはその同じ、国の人だから、全然知らない国の人よりは大事だって言えるんだろうかと。でこれを、そうじゃないんだと、やっぱり同じなんだっていうふうに考えていけば、まあ、平和の問題にもう少しその、まあ、平和を促進するっていう問題に近づくんじゃないだろうかというのが、まあ、私の見立てです。そんなに体系的に今日の話の中でそこまでいきませんけれども、で、それからその他の国の人々の不幸の上に、まあ、私たちの幸福があるのだとすれば、私たちはその現実をどこまで、まあ、現実そもそも容認できるのかと、じゃできるとすれば、どこまで肯定できるのかっていう問題をちょっと考えていただきたいんですが、で、まあ、その時にやっぱりその現実には世界の全ての悪とか不正に対して目を配り続けることっていうのはできないと思うんですね。つまりそのアフリカで栄養失調で苦しんでる人たちみんな、じゃあ助けましょうと、私たちと同じように助けましょうって話をし始めると、じゃあもう明日から電気使うのやりましょうとかって話になってくるわけで、それを本当にやっちゃうと、そもそも、その助けようとしてたこと自体が、まあ、無駄になってしまうっていう、ことがありますんで、まあ、これをその小売計算すると、大量虐殺であったりとか飢餓とか強姦とか、まあ、様々な形の搾取なんかを、世界の全ての不幸を即座に目を配るということは、まあ、より大きな不幸を招くことになるだろうと。でそこでじゃあ現実的な方策としては何が言えるのかっていうと、確かに、私たちの隣人とその見ず知らずの人っていうのは、道徳的にはその同じなのかもしれないけれども、ただまあ今現状で我々が置かれている立場で、できるところから、その最大多数の最大幸福ないし、その最初の不幸を実現するような、ポイントを探っていくのが、必要なのではないだろうかと。でこれは実は西田さんが、その少しずつできるところかなというような感じの発表をされてたと思うんですけど、まあ、そこら辺と非常に重なってくるところなのかなというふうに、思っております。で、まあ、よくその合理計算そんなできるのとかいろいろ批判はあると思うんですけど、まあ、ここら辺は逃げと言われば逃げなんですけれども、まあ倫理学者、哲学者、倫理学者じゃなくて、まあ、構成経済学者、経済学者に頑張ってもらうしかないと思います。で、ちょっとここら辺から発表 のニュアンスというか、まあ、変わっていくのかもしれませんけれども、そもそも今までの私の頭の中にあるのは、まあ、国民国家っていう枠組みそのものに実は問題があるんじゃないかということが一つの、まあ、問題意識としてあります。つまりその自分の国の、あるいはその同じ国籍の人と違う国の人っていうふうに分けることに本当に合理性があるのかどうかと。でそういうその国民国家という枠組みの中でとらわれているときに、そのインターナショナルの問題としてその平和問題が起こってくるんではないだろうかという、ことです。で、まあ、この国民国家ということを否定すること自体はそんなに欧州とか見ても非現実的なことではないですし、まだ何かここでやっていけることではがあるんではないだろうかと。でもちろんこの先には私の主張の中心にあるようなその合理主義的な話があるんですけれども、
でもう一つよく言われる、これもよく言われることですけれども、その EU のようなその政治的経済的共同体を作れば、まあ、ある程度、平和は実現されると言いますか、まあ、そこに期待できるところがあるんじゃないだろうかという議論があろうかと思います。で、まあ、私ももう一回これについて触れますけれども、ある程度期待はしてるんですけれども、まあ、手放しでそれを受け入れられるわけではなくって、もちろん EU の中にも労働、貧困、まあ、人種の問題などさまざまな問題を抱えています。で、まあ、ここら辺からちょっと私はあまり準備が間に合わなくってっていうのは言い訳なんですけど、まあ、ちょっとごちゃごちゃしてて、ざっとバランに書いてますので、もう少しお付き合い願いたいと思うんですが、まあ、結論としてはここには書いてないんですけど、まずその中心的にはその合理主義的な考え方があると。で、その上でもう少しこう抽象的にと言いますか、言いますと、その西田さんの話でも須賀さんの話でもありましたけれども、その個人と、共同体とか、あるいはその法と道徳みたいな話っていうのがあると思うんですけど、そこら辺で実はそんなに分離して考えられる問題ではなくて、まあずっと学問がこう細分化していく過程で、その個人の規範を扱う道徳哲学みたいな倫理学みたいなものと、その政治哲学みたいなものがこうあたかもその別々のものであるかのように議論されてるんだけれども、まあ、そこら辺をこうつなぐような哲学的な考察といいますか、まあ、そういうものの必要が必要なんじゃないだろうかという、ことが一つあります。で、二つ目は、まあ、先ほども話しましたように、その EU のようなものに対するちょっと期待のようなものがあるということです。で、これは最後にちょろちょろと書いたその課題で、実はもっと話は広げたかったんですけれども、まあ、その聖戦の話をちょっとだけしました。で、その聖戦を認めるかどうかっていうのも、ちょっとまあその合理主義的な合理計算の問題とも絡めても、そうなんですけれども、非常に重要なことになってくるかと思います。で、まあ、例えば隣で児童虐待が行われているときに踏み込めない問題と、隣の国で虐殺が行われているときに踏み込めない問題って、違うのかなと。もちろんいろいろ現実的な重要性の点で違いがあるというのは分かるんですけれども、例えば須賀さんが議論されていたその人権っていう観点からすると、おそらくそこの間に違いはないだろうということもありますし、もう一つ実は語りたかったといいますか、その話したかったことの中の一つは、その成熟した民主主義っていうことで、もう私が何を想定してるのかっていうと、その熟議型の民主主義とかなんですけれども、ここら辺は須賀さんの公共権の話とかとおそらく重なってくるところだと思うんですね。で、これはEU みたいなものにしてもそうですし、なんて言うんでしょう、私自身はその民主主義っていうその生態を支持しつつも、途中で触れたように、民主主義的に決定されたら、その国家がその必ずしも民主主義的になるとは限らないので、もう一つ何かその、ステップが必要だろうなというところで、まあ、その公共権であったりとか、その対話であったりとか、熟議であったりとかっていうところに、期待をしておりまして、まあ、そういう問題も含めて、合理主義と絡めながら平和の促進に役立てられるっていう議論が展開できればなという、発表でございました。すみません、以上です。はい、松本さんありがとうございました。そうですね、須賀さんや西田さんの発表を受けてのまとめというのと、それから、まあ、合理主義というあまり、まあ、なんて言いますか、まあ、人気が決してある立場ではないというところをあえて擁護して、そこから、まあ、平和の促進、実現を促進するというお話でした。まあ、何かしらいろいろご意見あると思うが、一旦ここでですね、西田さんと須賀さんの方から森本さんの発表についてコメントを対し反論をいただきまして、それからフロアの方に話を伺っていきたいと思います。では西田さんの方からお願いします。森本さんの、発表の最後のところに、個人の規範を扱う道徳哲学と、政治的共同体の規範を扱う政治哲学というのがあって、それでは別々に中では議論されているとのことで、それでそれを手続き、それが問題的な哲学にこう考えようというのを言われたと思うんですけども、確かに、それは最もなくて思うんですけれども、純
な道徳性というか、より厳密に考えていこうとすると、やっぱり分野を絞って細かいところまで突き詰めて考えていかないと、結局それは学問じゃなくて、個人的に納得できる程度の、学問じゃなくて個人的なものになって、なってしまうので、やっぱり学問として道徳を考えるとか政治を考えるとか、英語を考えるとかっていう場合には、分離して考えざるを得ないのではないかというのは、僕は思います。そうですね、西田さんはちょっと法と道徳というのは区別されることが、大事、むしろ平和の実現の促進にとってもそのことが、その区別が大事だという話だったので、これもさ、それらを区別することに問題があるという話は確かに対立点があるのではないかと思います。では続いて、塚さんの方からお願いできますでしょうか。はい、森本さんがその道徳性の問題について、ちょっと批判的な、立場で言われたと思うんですけども、人権が保障されていない国ではそもそも道徳性の問題は望めない、それはそうです、それはその通りなんですけども、それはあたかも非道徳的な人に道徳的であると訴えるようなものである。私これは訴えてもいいと思うんですよ。もちろん道徳はそのパターナリズムみたいなものであってはいけないとは思うんですけども、徳とか道徳っていうのは人との対話とか、例えば教育の場とかそういう場において育っていくものだと思うんですよ。なのでまだ具体的なことはちょっと考えないんですけども、教育の可能性っていうのはすごくこれから考えていきたいと思っているテーマです。で、法理主義の立場についてもちょっと言いたくて、最大対数の最大項目を普遍することで平和実現が促進されるっていうふうにおっしゃってましたが、最大多数の最大幸福っていうのと平和とがちょっと私の中でつながらなくてですね、平和っていうためには内面の問題、道徳性の問題が抜け落ちてしまうとそれは平和っていうふうに考えられないんですよ。平和がどんどんこう続いていく状態、戦争がなくなるような状態を目指すっていうところに道徳性がないと考えられないし、一旦その、終戦とか一旦生活レベルを上げることができたとかそういう成果が出たとしても、それは、政策上のことであって個々人が人権の保障について考えるとか自分の生き方、自分の幸せ、生きてるっていうことの権利をについて考えるっていうことなしには平和っていうことは言えない気がしました。はい、ありがとうございました。それから簡単に森本さんに現在をしていただきますか、あるいは僕らの方にしてください。じゃあ簡単に、本当にごくごく簡単にお答えをさせていただきますと、まずその西田さんからいただいた、コメントといいますか批判についてですけれども、その細分化することが必要なんだっていうことだったんですけど、その細分化が本当に合理的かどうか、あるいはその理にかなってるかどうかとかっていうところは常に反省する必要といいますか意義はありますよね。で、私はここが分離されてるっていうことにで起こってきてる問題っていうのはあるんじゃないかというふうに見なしていて、そういう意味でそのあえて分けて考えるんじゃなくて、もう少し
対極的なといいますか、大きな観点から考えていく必要があるんじゃないだろうかというふうに、考えたということであります。もちろんそれに対して改めて反応はあるのかもしれないけど、とりあえずそういうふうにお答えをさせていただきます。それから、須賀さんから2つコメントいただきましたけれども、1つは非道徳的な人に対して道徳的であれっていうことは訴えてもいいんじゃないかと。で、そういうその道徳性とかっていうのは、その教育であったりとかっていうことの中で育っていくものなんだっていうことだったんですけれども、教育って本当に、その道徳的な共同体の中で教育されれば道徳性がその投与されるのかもしれないけれども、その道徳的な教育がなされないところで教育を受けて本当にじゃあ育っていくのかなっていうところにちょっと疑問を感じます。それから功利主義の最大化する最大幸福っていうものには、その内面が備わってないんじゃないだろうかというのが2つ目の、その点だったと思うんですけれども、これちょっと具体的に挙げてっていうのをちょっと私記憶力そんなによくなくて思い出せないんですけれども、ただ人類の歴史っていうものを振り返った時には、むしろ内面の問題ではないと思うんですよね。つまり虐殺にしても戦争にしてもそうですし、20世紀に入ってからも我々かなりいろいろ虐殺なり戦争なりしてきてますけれども、おそらくこれ我々が文明化されるとか、道徳的な教育を受けるとかっていうものではないと、少なくともピーター・シンガーとか、あるいは彼が引いているような、議論にはそういうものがありまして、でむしろそうじゃなくて逆に、その内面ではやっぱり人間の本性としてっていうとちょっと大げさですけれども、なかなかうまくいかないので、それを制度として、あるいはその法律として、できないようにしてしまいましょうということの方がむしろ成功法なのではないだろうかというのが、また私の、現在での立場です。すいません、以上です。ありがとうございました。これで3社の発表それぞれ のコメントが終わったわけなんですが、これいくつかかなり大きな論点が担保されていると思います。それは本当に平和ということをどう定義するのか、戦争状態ではないというだけで十分なのか、あるいは貧困でありますとか格差であるとか、そういったことまで含めてそれは平和に反するものとして見なすというような定義の話からありますし、あるいは法や道徳というものが区別として考えられるべきなのか、あるいは一つの包括的なものとして考えられるべきなのかという論点、あるいは功利主義のような、現実的な実現性は、現実的に通用するようなものであるであろう功利主義のようなものには、やはり道徳性というような内面が伴っていないのではないかというような論点、さまざまな論点があると思います。ただこれはあくまでワークショップですので、皆様が何が平和の実現を促進するのかという問いにのみ依拠して、それぞれに自分の言葉遣いで考えていただければいいと思いますし、その中でその中で関連することがありましたら、発表者への質疑応答、それから批判を含めてコメントいただければと思っております。ではこれからフロアの方にバトンを渡したいと思いますので、本当にご自由に発言をしていっていただければと思います。レジュメがなくてすいません。お配りしようと思ってたんですけど、ちょっとなかなか準備が直前になってしまいまして、なかなか手元にないと参照しづらいでしょうけれども、発表者へのコメント等からでも結構ですので、手を挙げていただきましたらマイクを持っていきますので、どうぞご自由に入っていただければと思います。はい、ありがとうございます。原田と言います。哲学というものは本格的に学んだこともなくて、カントという方も名前を聞いたことがあるぐらいなんですけども、お話を伺ってて非常に面白かったです。森本さんの方に一つ質問というか要望に近いかもしれないですけど、法と道徳を分けて考えるべきではないという、立場で話をしてくださいましたが、ぜひですね、経済も一緒に考えてほしいと、経済学者にお任せしますというようなコメントがあったと思うんですが、戦争の主たる原因はほぼ経済ですので、そこを切り離して平和を実
現するというのは相当難しいと思うので、で経済と道徳っていうのもものすごく、結びつくと思います。要は自分だけが儲かるために人の富を搾取していいのかというところが道徳性に非常に絡んでくると思うので、そのあたりを統合してぜひ考えてほしいなと。はい、ありがとうございました。まあ、この際の時でもあると同時にこうなんていうかプロに向けての、まあ、一つの意見であると思いますので、どうしましょう、下野さんコメントがありましたら。はい、簡単にコメントをお返しさせていただきます。どうもありがとうございます。実は今前に出ているようにこのおいしいコーヒーの真実の話をさせていただいたときに、まあ、これは WTO の話とも絡んでくるんだっていうことを申し上げたと思うんですけど、まあ、私自身今日の発表の中では経済あるいは経済学に関する、その話っていうのはそれほどなかったかもしれないですけれども、私自身の、まあ、問題意識としては、まあ、法律、まあ、法も経済も道徳もどれもその緊密に絡み合った問題だというふうな理解でおりますので、はい、そういう理解です。ありがとうございます。では、まあ、もちろん今のことも含めまして何かコメントご意見とございましたら挙手していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。あ、もちろんです。野村と申します。森本さんにちょっと、質問なんですけれども、発表の最後の方ではその国民、国家で、国民国家はそもそもその枠組みとして、まあ、合理的ではないと。だからそのまあ、EU を例にとってその共同体の可能性というのを指摘されていましたけれども、その国民国家がその合理的でないあるいは不合理であるという場合にその不合理性というのはどこにあるんでしょうか。でそれに対するその共同体というものの、まあ、合理性をちょっとお聞きしたいくて、それはそのつまり自明である、そもそもその国民国家という枠組みが自明であるわけではないということなんでしょうか。はい、ありがとうございます。これ、まあ、私の説明がちょっと足りなくて申し訳なかったんですけれども、まあ、今回の私の今日の発表というのは基本的には、功利主義っていう、立場に立ちつつという発表でして、でその中ではその、まあ、人間の平等といいますか、まあ、よく有名なそのベンサムの一人は一人としてとかっていうフレーズがありますよね、っていうもので、その時にじゃあ例えば私と、その同じ国民である、まあ、その国民国家としてくくられているその同じ国民と、その他国の人との間に道徳的なその違いはあるのかっていった時に、まあ、ないっていう、ことになってくるんですね。でその時にその同じ国国民とか同じ民族とかっていうことでくくるっていう、ことには、まあ、今言ったような観点からすると、ないと。そこにだからご質問にありましたその不合理性があるということで、必ずしも必ずしもというか、まあ、その国民、国家という枠組みで、その一つの共同体を形成することには合理性がないと。つまり、同じ国民には、より親切にして、その違う国の人には国民にはそのより親切にしないという合理性がないということです。で、その EU のような政治的共同体、まあ、政治的経済的共同体の、その合理性翻ってですけれども、合理性については、まあ、国民国家を否定したところから出てくる先の何らかのその、その形態として、まあ、私が期待を寄せているというか、まあ、何かそこにこう求めているというところから、そういうものが実現されるというか、まあ、そういう方向で何かあるんじゃないかっていう、ここはちょっと漠然としたところです。はい、のでお答えになっているでしょうか。ありがとうございます。ただ、
ちょっとよくわからないんですけれども、その、まあ、その程度であれば、別にその国民国家を不合理であるというふうに見なす必要ないじゃないかなと思うんですけれども、例えばその、まあ、現に国民国家という大制度があって、でしかもそのグローバルな時代に入っているときに、果たしてその国民国家っていうのはその、まあ、功利主義的な見方でもいいんですけれども、その障害になっているかどうかっていうのは、そんなに地面じゃないと思うんですけれども。はい、その点に関しては途中で少しだけ触れたんですけれども、結局、まあ、私自身の辺の理解としては、そのインターナショナルの問題、その国家間の問題というふうに、まあ、そこに焦点を当てているというか、まあ、そういう問題として捉えているところから、まあ、出発してますので、まあ、極端な話ですけれども、まあ、そもそも、国民国家っていうものがその複数存在しなければ、そのインターナショナルの問題っていうのは起こり得ないのでっていう、ことです、っていうことです、はい、はい、よろしいですか。あ、もし、全然議論も全然続けていただいても構わないです。もし、まだ質問がありましたら。ありがとうございます。いいですね。はい。まあ、このように本当、質問でも構いませんし、何かご意見なり、皆さんがどう考えているかという問いを発されても構わないと思うんですが、どうぞ何かありましたら、お願いいたします。お皿大工の原田です。まあ、皆さんに質問なんですが、話にその道徳的教育を施されれば、まあ、道徳的な人間になるのか、それともならないのかっていうのが少しあったと思うんですが、その道徳、先ほど森本さんのへのご質問にもあったと思うんですが、道徳の問題と経済の問題っていうのは密接に関わっていると思います。それで、例えばその基礎教育というか、まあ、識字率とか、そういうところを上げると、基本的には GDP とか、そういう経済成長につながると思うんですが、そういう基礎教育を充実させるっていう問題は確かに経済に密接に関係していると思うんですが、本当に道徳に関してての教育っていうのが、その道徳的な人間を養うことにつながっているのかどうかっていうのは、まあ、経済の問題と本当に同じように語れるのかっていう疑問があるんですが、その点に関して、皆さんはどのように考えているのかっていうのをお聞きしたいです。では、まあ、塚さんに回答していただければいいと思うんですが、どうでしょうか。経済の問題との関わりっていうのはちょっと考えたことがなかったんですけども、ご質問としては道徳的な教育を受けて、経済の、基礎教育をの、理解ができるようになるかっていうことですか。いや、むしろ問題としてはその経済的に成長させるっていうことに関しては、かなり方法論としてはかなり確立されていると思うんです。公共性経済等についていろいろ議論されていると思うんですけど、その中には、まあ、識字率とか、あるいは出生率を爆発的に上げることを意図的に下げるというか、そういう問題が、GDP の伸長につながるっていうのは、認められていることだと思うんですが、道徳に関してはそういうどうすれば道徳的な人間にというか道徳的になるのかっていう理論はそれほど確立されているともは、まあ、いるとは限らないと思うし、そもそも具体的な方策としてはどういうことを教育するのかっていう理論があるんですが、それについて。道徳教育の話をするときに対話っていう言葉を使ったんですけども、
ぱり一方的な学校教育の場ではなくて、もしくは学校教育の場においてこう、先生と生徒を超えたというか、互いに意見を言い合うことによってだんだん自分の意見を発展させていけるような能力、そういう能力を養うことが大事だと考えているんですが、ちょっと当たりにはなってないでしょうか。例えば日本でも、多分道徳って授業があったと思うんですけど、あるいは保健体育の時にもあるかもしれませんが、そうした授業を少なくとも日本の、国民っていうのは受けてると思うんですが、それで道徳的な人間っていうのは日本にたくさんいるんでしょうか。道徳っていう科目、ではないんですけども、科目でいうと何かと言われるとちょっと困るんですけども、その小さい時から自分のこう意見をちゃんと言っていいんだっていうふうに、子供が分かる、子供がちょっとこう自分の意見は間違ってるかもしれないから言わないとか、なんだろう、ちょっと横の人がこういうことを言ってるから、あ、こうなんだろうなっていうふうに理解するとか、そういう風潮から脱するために、自分が自分の母性を持って考える能力っていうのを養成できる場があればいいなと思っているし、私自身も大学に来て、やっぱ初めてこう、なんていうんですか、縁になって初めてこう丸いテーブルでお話し合ってっていう経験をしたわけですけども、驚くぐらいその言えないわけです、何も。それを考えたときに、じゃあ今まで何をしてきたんだろう、とりあえずやるべきことをやってきたけども、自分で何かを積極的に自分の力で考えるっていうこと、自分責任で判断するっていうことをしてなかったんじゃないかというふうに、大学に入って、思いました。そういう教育は別に大学じゃなくてもできるはずだし、中高から小学校からでもできるはずだし、そういう自分で考える能力っていうのが道徳的っていうこととつながっていると思います。ありがとうございます。そうですね、ちょっと司会の立場を超えてあるんですが、非常に面白い議論だと思うんですが、今塚さんが回答されたものって何て言いますか、その道徳性というよりかは、アメリカでいうようなリベラルアーツじゃないですが、その民主主義的な市民社会におけるその市民の卒業というか、そういったものの教育が、道徳性の教育なんだというふうに考えておられるのかなというふうに、理解したんですが、道徳とそういったその民主主義的な、こう、なんていうんですかね、市民社会のモラルというか、それはその同じように語れるのかなというのは、もし一つの教育界論点なのかというふうに思いました。はい、では何か他にというか、何でもありましたらどうぞ。今の議論を聞いていてなんですけども、私は38でして、子供は2人います。教育ということを考えるので、家庭での子供に対する親の接し方というのが、いかに重要かということを小さい子供を持つとですね、ものすごく感じます。で、皆さんは大学生ということで、多分親の立場じゃないと思うんですけども、子供の立場としては親を見ててどう思うか、自分はどう育てられるかですね、
意見が言えないのは、じゃあどういう家庭環境だったのかなというのを一度思い出してほしいなというのをちょっと思いました。それとですね、家庭が一番大事というか、家庭、家族っていうのは一番小さな社会生活の場ですけれども、ということは、親である自分自身、私の立場で言うと親である自分自身の内面が、子供に対して自慢できるものになると、子供に対して自信を持って教育ができなくなるんです。ということは、初めやはり自分自身の内面を磨くということが、いかに大事かということに、若い皆さんに非常に意識を持ってほしいということを強く感じました。その上で、それは今の感想なんですけれども、パラソダさんに対する質問なんですが、道徳教育というのは日本の中では学校の科目になりますけれども、特に日本ではあまり宗教というのがありませんが、カントとか言われると、おそらくキリスト教かなとか、イスラムの世界もありますし、仏教の方もあると思いますけれども、その宗教の役割についてはどういうお考えかなと、特に一番気になったのは、その人類の名のもとに正義の戦争をやるというところがあったと思いますが、少し前はそこが神の名のもとだったと思います。日本でも天皇陛下の名のもとに戦争をやっていると思いますが、宗教についてはどういうご意見をお持ちでしょうか。ありがとうございます。宗教教育っていうのは、まあ、その哲学の教育方法、教育哲学の中ですごく大きな問題になっていると思うんですけども、私自身は、宗教を、どういうものを信じるかとか、そういうことは言うべきではないと思ってます。ただ何か目に見えないものであるとか、超感性的なものを馬鹿にするというか退けるというか、そういうことを教育の場で言うのは好ましくないのではないかと思います。その家庭って話がありましたけど、家庭の方針っていうのももちろんあるので、それにどういうふうに学校が変わるかっていうと少し控えた方がいいのかなというふうに思います。はい。そうです、さっきの、人類の名のもとにの部分ですけども、その部分に絡めて言うと、学校教育としては、国家とか民族とかっていう、土着のものに対する理解もちゃんとしつつ、同時に自分は、大げさに言ってしまえば先輩市民であるんだっていう意識を持たせる、意識を持たせるっていうのもおかしいなかもしれないですけど、そういう普遍的な人類としての私っていう意識も持たせることは大事じゃないかなと思いますが、同時に同じことを言ってるんですけど、土着に関すること、こういう地域に生まれたから、自分はこの地域で生かされているんだから、こういうことが地域にためにできるじゃないかとか、そういうコミュニティを大事にするような考え方ももちろん必要だと思っています。はい。いかがでしょうか。はい、大丈夫ですか。先ほどユニ先生が拒否されていたことですか。いろいろ聞きたいことあるんですが、一つだけにします。森本さんへの質問になるか、西田さんもちょっとそういうこと言われたので、平和の概念を
まあ、消極的なものじゃなくて積極的っていうか、しかしさらに森本さんは第三のもより広いっていう、そのより広いっていうのは何かなっていうのを聞きたいんですが、その、まあ積極的な平和概念にするっていうことは大事だと思うんですね。でそれはでその時に、平和を実現する上で、さっき国民国家、まあ、国民国家はネーションステートはフィクションだろうから、まあ、国家でいいと思うんですけども、国家があるから、まあ、戦争をするわけで、最近はテロに対して戦争もありますけども、国家があるから戦争をするので、国家 を超えるというか、国家をなくすことはとりあえず戦争をなくすということでいいと思うんですが、そういう意味ではEU のような共同体とか、まあ、国連とかっていうのが有効にというか、一つの重要な手段として効いてくるとは思うのですが、そういう共同体をな国家の共同体を作っても、森本さんは言われていたように、EU の中での貧困とか差別とかはなくならないわけで、つまり、戦争をなくすために国家を廃棄するっていうのは一つの手段だ、重要な手段になるだろうと思うんですが、国家を廃棄しても、積極的な平和概念を実現することにはつながらない、むしろ、自由貿易圏構想とかそういう投資と貿易の自由化の動きがありますが、それに対して、国際的な多くの NGO は反対しているわけで、そのことが逆に収奪を何て言うかな加速させるっていう形で批判しているわけですから、その、EU の中でも EU に対する反対ありますけど、そのことによって逆に自分たちの生活がより悲惨なものになっているっていう意見があるわけですね。だから、国家をなくすっていうアプローチはホットな戦争をなくすっていうことには有効に働くかもしれないけど、積極的な平和を構築するっていう上でうまくいかないというか、それだけではうまくいかない。そしたら何が必要かっていうことを聞きたいっていう、とりあえず森本さんやっぱりさっきちょっとおっしゃられたように経済の問題が非常に大きいと思います。以上。はい、ありがとうございます。大変難しい質問でどうお答えしようかなと思ってるんですけれども、そうですね、平和概念の方からですけど、まあそこは私自身申し上げたようにちょっといい加減な図になっておりまして、ただこれはあくまでもその想定としてといいますか、その貧困がないというだけでは収まらないようなもうちょっと広い、問題があるんではないだろうかという、ちょっとだからこの非平和状況という間接的暴力っていうのもおそらくもしこの書き方をするならば真ん中の方に入ってしまいそうなので、あまり適切ではないと思うんですけれども、例えば同じように幸福に感じているけれども一方は抑圧された状況であるとか、まあちょっとうまく言えないし、これは私自身の頭の中で整理がついてないということで、ご容赦願いたいなと思います。で、まあおそらく2つ目のポイントの方が大きな問題だと思うんですけれども、コメントいただいたご批判いただいたことっていうのは確かにそういう考え方もあるだろうし、十分想定されると思います。現実問題として起こっている問題でもあると思いますし、ただ一つの その国民、国家をまあなくしてしまって EU のようなその共同体にするということの、まあ、とりわけその功利主義的なメリットというのは、その国家というものがある間にはその少なくともそのやっぱり同国同じ国の人々に優先的にその手助けをするとか、まあ、他の国の人だから関係ないやっていう考え方がやっぱり根強く残ってしまうけれども、例えばこれ一つの共同体ということで同じ EU のメンバーなんだということになるならば、そういうその境界でもってその差別するということは、その和らぐんではないだろうかと。でもちろんその上でもEU の中で今も起こっているような問題っていうのは先送りするような形であるいは別の形で
残る、あるいは起こってくるかもしれないけれども、それはまたそれに対する、今現時点で私自身がその積極的な解決策っていうものを持ってるわけではないですけれども、考えていくことができるだろうし、まあ、そうする問題にはないだろうかなという、立場です。これでよろしいでしょうか。いかがでしょうか。大阪大学哲学哲学士の村上洋でございます。カントは、永遠のために、の中で、戦争に敬意について、次のようなことを言っています。国際法が戦争の敬意を、正当化する、法を、含むとすると、こうした国際法の、概念は、もともと無意味である。なぜなら、こうした国際法は、何が、合法であるかを、高校の民族の自由を、制限する、普遍妥当的な、外的な法に、よって、ではなく、力に支えられた、一方的な、確率、まあ、マクシムに、よって、決定する法になるからである。まあ国家または、まあ、NATO 現在で言って NATO のような、兄弟には、まあ、正式権利はあるっていうことについて、どのような考えを思いますか。どうでしょう。では西田さん回答していただきましょうか。戦争における権利ですか。権利ですか、はい。また、その戦争の権利となる権利も存在するということですね。国家は、戦争とは、まあ、国家の権利である。まあ、戦争をするっていうのは、いろいろな経済問題とかが、背景にもあると思うんですけども、戦争をすることっていうのを権利として、認めるっていうのは、やはり関東の言う通りだと思うと、認められるようなことは、ないと思います。それで戦争に訴えるような言葉だっていうのを、ちゃんと、今だったら戦争に訴えられているような言葉だっていうのが、生じた場合、どのようにしてしょう、我々はそういう問題に対処していったらいいのかっていうのは、単純なんですけども、やはり話し合いとか、そういったものに限るべきで、どんなことがあってもやっぱり暴力とかに訴えてはならないと思います。というのも話し合いでしたら、いくらひどい状態になっても、人の命を奪うようなことっていうのはないんですけども、戦争に訴えてしまったら、取り返しのつかない、人の命っていうのが奪われることになって、取り返しのつかない命を奪う権利っていうのは、どんなことに、原因があるとしても、そういったものを権利として、認めるようなことっていうのは、許し難いと。私の方からですね、すいません、今の話伺ってて質問と回答非常に興味深いなと、まあ、私自身がその発表の中でその聖戦論についてちょっと触れたと思うんですけれども、そういう観点からするとどうなんでしょうね。例えばコソボの問題もあれば、これはまあ NATO が介入した件ですけれども、まあ、実際にはその国連なんかが介入してないチベットの問題もあれば、チェチェンの問題とかあると思うんですけれども、そのもちろん介入した場合にどういう帰結がもたらせるかっていうことであったりとか、あるいはそういうその帰結に関わらず、まあ、西田さんの今の回答でいうと、そもそもそういう権利
権利の問題としてその権利なんてないんだっていう、意見もあろうかと思うんですけれども、もう一つ今のそのやり取りの中にその聖戦論っていう観点を、含めるとどうなんでしょうか。先ほども述べた通り、聖戦論という観点を、含めたとしても、同じことの繰り返しになるんですけども、命を奪うっていうこと自体が、人間の命っていうのが取り返しがつかないっていう。戦争っていう形態がどのようなものであっても、もうそれは無条件に受け入れることができないと僕は思うので、まあ、そういうことです。いいですか。命を奪うっていうことなんですけど、まあ、これよくあるあのトローリー問題っていう、まあ、ハーバード白熱教室の中でも出てきてましたけれども、まあ、その電車がずっと、ま、あの走ってきてて、でその線路の向こうに5人の人がいると、で自分はその、 切り替えのポイントに立ってて、その電車 の、 その線路を切り替えれば、その5人がいる線路からは外れるんだけど、その切り替えた先には1人の人がいてて、まあ、その人が亡くなるっていう問題とおそらくあのパラレルだと思うんですよね。まあ、ほったらかしにしてると100万人の人が死ぬけれども、その介入すると10万人殺すかもしれないけれども90万人が助かる、まあそのこれはまあどんぶり勘定ですけれどもっていうようなことを事例を考えたときに、その積極的に戦争に介入する、戦争に参加する、戦争するっていうことで人の命を殺すことは確かにいけないかもしれないけれども、何もしないっていうのもある意味で人を殺すっていうことと同義なんじゃないかっていう批判をされたらどうされますか。そうですね、何もしないんだ、何もしないんだったら、そこには積極的というか、人為的な意図が、ないので、それはもう偶然の事故ということで、しょうがないんじゃないかと思うんですけど、ただその状態に、気づいてるんだったら、経緯っていう問題は非常に興味深いと思うんですけども、例えば、まあ、最新技術を使って例えばですね、例えばその、戦車やその武器とかそういう、まあ、新しい、機械を使って、
つまりその、もう私たちは、まあ、人がしない人生は考えられない、私たちは考えられないですけど、まあ、もう一人最新技術を使って、その機械、そういった新しい戦車と、いう、まあ、新しい、まあ、戦争がもし可能なら、まあ、とにかくその、あの、まあ、工事の経緯というのはあって、その国家の経緯というのも存在すると思います。その国で、まあ、国家が、戦う、まあ、そういう戦うことが、まあ、国家の権威の一つであるかどうかという、まあ、ことに興味深いと思います。まあ、つまりその人が死なないというセンス、もしそういう戦うと、まあ、でしたらその国家にはそういう権威があるかどうかという。もし人が知らないんであって、っていうそうです、そういう新しいなんか、技術とかそういうもので導入したあのそういう、さっき言われたような戦争っていうものが、まあ、あるとしても、それを権利として、権利として認めるっていう方向を考えるのも、何かの協定とかなんかを結んだりとかして、当事者間の問題になっていることっていうのを、議論とかで、話し合いで解決するような道筋っていうのを、考えれば、戦争の権利っていうことを考えなくていいんじゃないかと思うんですけど。話し合いで、解決するっていうのができたとしても、実際に各国が武装しているというか、武器を増やし続けているっていう現状もあるわけじゃないですか。それについてはどう思いますか。常備軍を撤廃するという可能性はあるんでしょうか。常備軍を撤廃する可能性が、あるかどうかっていうのは、難しい問題ですけども、もし戦争という概念が、そういうなんか暴力的な行為という概念がもし一切なくて、そういった問題は全て話し合いで解決しましょうということを、誰もが認めてくれるんだったら、そういうものって自然に使われることは絶対ないわけだから、なくなっていくと思うので、そうですね、今はなんかそういうことを あらゆる問題っていうのを話し合いで解決するっていうことを、僕たちが信じることができないから、そういう状況にも持ってしまう、組織してしまうわけだけれども、絶対にどんな経済的な問題とかそういった衝突が起きたとしても、話し合いで解決するっていうことを、人類がそういうことに合意するんだったら自然にそういった常備軍とかっていうのもなくなってくると思うんですけど。すいません、話し合いによってもやっぱり自分の意見をどうしたいっていうのがあるじゃないですか。そういう時の力を示す手段として常備軍とかを持ちたいって思う国もあると思うんで、なかなかそういう難しいと私は考えています。